では今回はバスプでの出力ファイルの説明をメインでしていきたいと思います。まあこちらじゃまだ前回のニッケル鉄のスバスの計算が終わってないのであれなんで、またこちらの方は解説しますけども、それの出力ファイルがまあこのようになります。それで、いくつか説明していきます。まずこの CHG、 一番最初に見えるこの CHG は、電子密度分布を得ることができますの結果で入っています。例えばバスプを開いてこちらに入れて、そしてエディットデータ、ボルメトリックデータのインポートでもう一度選択してオープン、そしてリプレイスカレントデータでボーアからオングストロン、そして OK を押して OK を置きました。その後にオブジェクトのプロパティーズのアイソサーフェイス、そしてここを一度クリックして0.35 などと入力して OK します。そうするとこのように電子密度分布、メムと比較可能な電子密度分布を得ることができます。まあこんな感じですね。で次に、次にですが、この度数カーというところにまだここ計算途中なんで出てないんですけども、電子状態密度分布が出てきます。SCF 計算の後にでも、簡単なトータル度数のデータが出てきます。で詳細に、で電子を、度数を見たい場合にはまたこの後に、解説する度数の計算をしてもらいます。でもう一つこの後に、重要なデータとファイルとしてはこのアウトプットのカードだと思うんですが、こちらです。でこちらで、まあ、見ていくとこのような部分が出てくると思います。フリーエナジーオブザイオニックエレクトロンシステムです。でこちらの、エナジーウィザーとエントロピーなしのところのエネルギー、この一番最後のところのものが、全エネルギーになります。それでギーポテンシャルを作っているいろんな計算手法でによって正確にはギーポテンシャルのによってこのトータルエネルギーというのは変わってきます。それで、ではトータルエネルギーが変わったら困るんじゃないかということになるんですけども、それは、同じ計算第一原理計算コードで同じ条件で計算して、でそれで全エネルギーから原生エネルギーを計算して初めて他のものと第一原理計算コードと比較できたりとか比較がしたりできます。まあ、多くの場合は同じ第一原理計算コードを使って形成エネルギーを計算して、それで形成エネルギーの違いを見ていくというのが多くの場合行われるかと思います。まあ、まだこれは計算が終わってないからいけないんですけども、計算が終われば、一番最後に書かれた部分時の、このエネルギーの値を全エネルギーとしていただければいいです。で、まあ、細かなところのもういくつか参考のために書いた出力されていますけど、結成エネルギーを計算するにはこの一番最後のところだけでいいで、だけでいいです。で、この具体的に結成エネルギーがどういうふうに、使われているかというのを示したいと思います。それはブックマークがちょっと準備はしてなくてうまくいかないですけど、マテリアルズプロジェクトというのを、ネットで調べていただけるといいです。Google でもちょっとやってみましょうか。マテリアルズプロジェクトと、まあいろんな大学の、まあ旧帝大の先生がよく勧めるんですけど、このマテリアルズプロジェクトが非常にフリー、登録は無料でできますので、これを使っていただければいいですね。まあちょっと今回も戻します。でこれで例えばフェイズダイアグラムを選択してもらって、例えば鉄、チタン、ニッケル、シリコンにしましょうか。でジェネレートってボタンを押しますと、こちらに想図が出てきます。実験の想図というのは結構お高くてなかなか手に入らないんですけども、このようにフリーの計算で得られたものが出てきます。でこちらの方にフォーメーションエナジーと書いてありますけど、形成エネルギーが出てきます。例えばこの、チタン、シリコン、ニッケルと書かれた部分、本当はボタンを押すとここに一緒に出てくるはずなんですけど、なかなかちょっとうまく動かないな。すいませんね。
いけないんですけども、あれあれこうやって、マイナス 0.847 エレクトロンボルトと出てきます。でこちらにも一応書いてあります。で、形成エネルギー見てもらうと分かるんですけども、このチタンシリコンニッケルでできた場合にはこのチタンニッケル、チタンシリコンニッケルが一番、形成エネルギーが低いです。この形成エネルギーが低いというのは最も安定だということです。それで、まあ、いくつか他のものも、比較してもらって、どの組成が一番安定なのかというのを見てもらえばいいと思います。それで仕込み組成で作ったときにこの理論計算のものを比較しながら、まあ、これは絶対0度でのものなので温度が上がっていくと、エントロピーの効果が出てきますので、これよりもいくつか、異なった、結果になります。まあ、多くの場合は、エントロピーの効果で雇用源が広がりますので、例えばこのここ今ここでは点で示されてありますが、これがボワーッと広がったようなこのいくつかのところがボワーッと広がったような、感じになります。高温になるほどおそらく一般的な傾向としては、この点の部分がもうちょっと広がっていって、同じ構造を保ちつつ元素置換がなされるというような形になってくると思います。どれぐらいどの程度広がるかというのは、本当は、まあ、計算でもできることができるんです。非常に大変でしてフォロンの、計算を行わなければなりません。まあ、そこまでするの大変なので、まあ、ゼロケルビンのこちらのフリーのものを参考にしていただいて、例えば仕込み組成こちらだったら、この3つのこの中に入りそうでしたらこの3つの中のでの、ものができて、なおかつ、形成エネルギーが安定なものが、比較的出やすいというような形になります。まあ、全部の組成比は原子の量は一緒にならなきゃいけないんですけども、そのようにしていろいろと分析していただければと言います。こちらの、データはまだいろいろと、私自身も、完全に使い切れているわけじゃないんですけども、非常に便利ですのでいろんなところで活用していただいて、でさらに実験の参加図も得られる場合にはそれとも比較して、エントロピーでの効果や元素置換がどれぐらいになるのかとかいった、どれぐらいになるのかといった、ことも検討していただければと思います。今回はこれで、以上で終わりです。